こんにちは。人間関係で転職を考えている方の医療介護専門コーチ山田智子です。今日は人付き合いの基本についてお届けします。どうして怒っているのかわからない。私もこの失敗をたくさんして、痛い思いを何度も経験しました。今でもあちゃーと思うことたくさんあります。それは自分の言動の何が原因で相手を不愉快な気持ちにさせたのかわからないということです。なんとなく相手が怒っている感じがする、目を合わせてくれない、私何をしてしまったのだろう、こんなふうに思いませんか？実はこの時の大半があなたがしたことではなく、あなたがしなかったことが原因だったりするのです。もちろん全てがあなたの言動が原因だとは言いません。ただ何か助けてもらったのにお礼を述べていない、相手に手間を取らせたのにごめんなさいを言っていない、質問して教えてもらったのにその後の報告をしていない、などなど、このようなあなたがしなかったことが相手をがっかりさせていることがあるのです。人は自分がしてもらったことより人にしてあげたことの方よく記憶しています。だからこそ感謝する気持ちを持って過ごす時間をより多く持ちたいものですよね。あなたは何かしなかったこと、し忘れていることありませんか？自分の言動を客観的に見るのは案外難しいものです。全7回の無料メールセミナーを受講して、私の過去の失敗談からあなたの日常に役立つヒントを手に入れてください。登録方法は YouTube のお知らせに掲載しております。またはこちらをご覧ください。